皆さんこんにちは。 YouTube 日本人精神研究所陽子ジェーヌでございます。いつもご視聴本当にありがとうございます。このね10日間でなんとですね、チャンネル登録者数が100人も登録してくださり伸びました。本当にありがとうございます。2週間ぐらい前からこの尋常小学校の教科書を紹介するようになったんですね。で、これ多分ね、YouTube この何百万人もっとかな、何千万人いる YouTuber の中で尋常小学校の教科書をね紹介してるので多分私だけだと思うんですよ。で、やっぱりね、教育、日本の教育、昔の本当に50年、130年前ぐらいのね教育、それこそ100年前とかもう80年前とかの教育っていうのがもう本当に素晴らしかったんですよ。その素晴らしい教育っていうのが50年以上の制度あったんですね。50年以上その素晴らしい教育をしていたんです。で、昔っていうのはこれ 短式形式じゃなくって、今って小学校、中学校、高校、大学ってもうなんかすごい単純化してるじゃないですか。で、昔ってね、本当にね、専門学校があったり、高専みたいなのがあったりとか、その専門、医療系の専門分野とか、本当にね、すごい分かれてたんです。7年制度とか3年制度、4年制度、5年制度でね。で、ものすごくその人に合わせた能力を発揮できる教育っていうのができてたんですよね。だから戦後やはり GHQ に教育制度の改革もさせられて、もう79年経ってしまいました。やっぱりこの一私みたいな人間が気づいてるんだから、多分もっともっとお偉いさんたち気づいてくださってると思うんですよね。で、いろんなところで動きをしてくださってる方々、本当に私たちっていうのは知らないだけでね、もう一回日本をきちんと立て直そうっていうことをずっとしてくださってる方々がやっぱりいらっしゃると。で、自分もいろいろこの尋常小学校の教科書に出会ってから、もう一回歴史をね勉強しようって思って、いろんな本を読んだりとか、歴史の本を読んだりとか、いろんな方が書いていらっしゃる、GHQ に何されたのかなとか、占領のね政策のことについて書かれた本っていうのをもう何百冊、500冊以上は読んだんですよ。で、その中で分かったことっていうのが、やっぱりちゃんとねやってくださってる方っていうのは本当にこんなにもたくさんいらっしゃるんだと。やっぱ私たちがその学者とかじゃなくってさ、そういう専門家にしていない、こういう普通の人間がね、やっぱ普通の人間がここに関心を持つ、ここにっていうのは歴史ですとか教育に対して関心を持つってことがいかに大切かってことがね、本当にねありありと分かったんですよね。だから自分が何ができるかなって思った時に、やはりまだ全然また知られてないこの尋常小学校の教科書の素晴らしさをこのね皆さんに伝えていくことが今私のできることじゃないかなと思い、こうやって YouTube 撮っています。もしねそうだそうだと横ジェーヌにね賛同いただける方がいたら、どうぞこのチャンネルを拡散するなり、本当に切り抜きでもいいですし、本当にたくさんの方に教えていただけたら、何かのね不正になると思いますし、何かの一歩につながると思います、信じてます。なのでぜひね皆さん一緒にちょっとこちらをねもう一回ね勉強していきましょう。はい、ということでちょっとまた長くなりそうなので、こちらで今学んでるんだけど、ちょっとね神武天皇のところをもう少し詳しくねお伝えしていこうかなと思いました。で、このね尋常小学校の教科書を私結構もう購入したんですよ。なのでその中から神武天皇について書かれた詳しい内容のところを少しねもう少し抜粋してご紹介していきますね。
これは小学国語の本でございますね。こちらですね。で、本当にね、素晴らしいんですよ。これ第6巻だから多分5、6年生が習ってた内容なのかなと思いますね。こちらのね、神武天皇ってところを少し、はい、読ませていただきます。神武天皇、大和御神君になった神武天皇は、八咫烏をお使いとしてその地方に勢力を張っていた英雄歌詞、英雄歌詞っていうんだね、これお兄さんのこと英雄歌詞っていうみたい、この辺かな、英雄歌詞、弟歌詞、兄弟のところへお使いになりました。そうして天皇にお使い申すやに、これなんだっけな、ようにさせようになりました。するとエウカ氏はものも言わず、カブラヤを取って弓につがえ、ヤタガラスをめがけてひょうと放ちました。ヤタガラスはそのまま飛んで帰りました。エウカ氏は、エウカ氏っていうんだね、お兄ちゃんのこと、エウカ氏は兄のことですね。すぐに手下の者を集めて戦の用意をしようとしましたが、意外にも手下が集ってきません。すっかり慌てたエウカ氏はしばらく考えていましたが、やがて天皇のいらっしゃるところで参りました。そうしてさっきはお使いとも知らず、誠に失礼なことをいたしました。申し上げるまでもなく、私ども兄弟は真心を持ってお仕えいたします。心ばかしの おもてなしをいたしたいと存じます。どうぞこのお願いをお聞き届けくださいませ、とまことしやかに申しました。天皇はお御心のうちにおかしいなと思う日になりましたが、その願いをお許しになりました。エウカ氏は帰って早速家を建てに帰りました。大勢の人を集めて書も夜も働かせましたので、間もなく大きな家が出来上がりました。弟のことですね。弟にはどうもありのすることが分かりませんでした。天皇のお使いに弓を引いた兄がすぐまた天皇をお招きすると言って新しく家を建てたばかりが、よく見るとその家の中にはちょうど野獣を取るのに使うようなおとなしい、お年の大きいのが仕掛けてあります、はあ、こんなことをして騙し討ちにしようとするのか、まことに恐れ多いことだ。こういう気がついた弟はいろいろと兄をいさめましたが、兄はどうしても聞き入れません。もう仕方がないと思って、弟は急いで天皇のところへ参りました。兄に油断なさいますな。新しく建てた家には大きな落としが仕掛けてあります。どうぞご用心くださいませ。天皇は弟の真心がよくお分かりになりました。すぐに二人の大将を兄のところへお差し向けになりました。二人は兄の家へ行って外から大声に、兄出てこいと叫びました。何事かと思って見た兄はびっくりしました。二人の強そうな大将が身を生かして怒らして立っています。何の御用でございますか、と兄かしが申しますと、お前は天皇をお迎えしておもてなしをすると申した。一体どういうふうに思っておもてなしをするのか、一つこの新しい家に行ってやってみろ、と言いながら、一人は 弓に矢をつがえ、一人は剣を抜いて詰め寄りました。二人の様子に兄はすっかり気を飲まれてしまいました。さては自分の悪だきみが現れたなと思って、すごすごと家の中へ入っていきました。その時です、ドシンと大きい声がしました。音がしました。見ると兄は自分の仕掛けた落としにかかって哀れな最後を遂げていました。
兄カシは滅びました。弟は兄の手下を連れて改めて神武天皇に降参いたしました。はい、ということで結構ねこれ続くんですよ。続かないか、これで終わりか。あれなのか、これで終わりか。あ、終わりでございます、すいません。これですね、神武天皇の神武天皇はね、まあ、日向に行きまして、まあ、日向から大和奈良の方に御進軍って、まあ、進んでいった神武天皇ですね、は八咫烏って黒いカラスなんですけれどもをお使いにして、その地方に勢力を張っていた兄弟のところ兄弟のところへ行きましたと。で、まあ、弟とかがなんかこう悪いことしようとしたと、弟じゃ兄か、兄上なんかわかりますま神武天皇の兄弟が、まあ、ちょっとこういろいろしてたと。で結局お兄さんがちょっと悪巧みをしてね、陥れようとしていたんだけれども、最後結局自分がやっていたちょっとこの何いろいろ 悪さですね、なんていうのかな、そういうの落としがね、落とし穴みたいなね、落としをしていて、それに結局自分がやったのに自分が引っかかって、ちょっとそういうね哀れな最後を遂げましたよということですね。で弟もこの手下を連れてね、改めてね神武天皇に降参して、自分も一緒に大和の方で行くよっていう風にこう一つになったっていうことなんですね。だからこの悪いことをしようと思って、そうやって陥れようとしてね、小賢しいことを悪巧みをしようとしても、結局正義は勝つよということをね、この教科書では伝えてるんですね。神武天皇っていうのはやはり権力とか、まあ、権威ですよね。天皇っていうのは権力というか権威を昔から持っておりまして、この権威っていうのはやはり歴史、これがもうなんていうのかな、権威ってもうその権力とかではなくて、もう権威ってどう説明したらいいんだろう、もうその何かな、その例えば財力とかその力で人をねこう使えるようにするんではなくて、もう権威ってもういるだけで敬われる存在なんですよ。なので日本人って、例えば天皇に対して皇室に対して昔はね権威を敬ってたんです。ただ今本当にこの権威をきちんと説明していないの、教育で。それによって皇室に対してすごく悪意を満ちた投稿をしてみたり、何か天皇に対して悪意に満ちたね、なんか変な噂話をしたりですとか、皇室に対してもですよ、この間本当に怒り心頭になったんだけど、悠仁様に対してですよ、まあ、親王殿下でございますよ、もう次期天皇陛下じゃないですか、に対して本当に君付けでね、あたかも何か近所の子に言うような名刺継承をつけてるわけですよ。私本当にね、そういうね昔ねだったら絶対にありえないことがね
やはり今すごく皇室に対してとか、秋篠宮様に対しての誹謗中傷とかものすごくあるんですよね。やっぱおかしいよと。そんなね、日本人って敬意が持てなかった民族じゃないわけですよ。権威っていうものはこの神武天皇の時代から続いてるんです。それに対して敬う心っていうのは国民当然のように持ってたんです。ただこういうね、日本は今教育に対して、教育で神話も一切教えずに、天皇とは何かっていうことも一切教えずにいると、今何が起きてる？皇室や天皇、その辺の方々をね、何かすごく陥れるような言葉を使ったりですとか、敬称をきちんと使わない、親王殿下できちんと使わない、それがね、曲がり通ってるってやっぱりおかしいんですよ。本当に私たち、なんかこういうね、ここに今気持ちを寄せてくださっている方っていうのは分かってると思うんです。それがいかに、ダメなことというか、なんかおかしなことだというのがね。ねえ、りょうちゃん、ちょっとだけ静かにして。そうで、分かってると思うんですよ。だからやはりね、そういう権威って何かとか、天皇は何かとか、こうやって神武天皇は何かとか、こうやって本当に2000年以上も脈々と続いてきた国をね、私たち勝手にね、潰していいんでしょうかってすごい思うんだよね。やはりもう一回ね、何が素晴らしかったのかっていうのを私たちがやっぱり考えて、これをね、後世に受け渡していくってものすごく大事だと思います。神武天皇、これ国語の教科書なので、ちょっとこっちは国史なんですよ。さこの間までね、ちょっとお話っていうか、こっちを紹介してたんだけど、国史と国語の教科書の違いって分かりました？国史っていうのはやっぱり、何て言うのかな、例えばこの神武天皇の場合だったら、このストーリーを伝えてるんですよね。二荷入りの帝より第2代を経て、神武天皇の時に代々日向に増しまして、我が国をお攻めましたとか、これって何っつったら、経緯をね、説明してるのがこれ国史でございますよね。まあ、日本の歴史でございますよね。ね。で、これもやった、ですね、やった、カラスも出てる。どこだ？パッと出てこない。まあちょっとごめんなさいね。パッと出てこないな。カラスと一緒に、ヤタガラス。あ、ちょっと出てこないな。あれかな？写真だけかな？ね、ちゃんとこのヤタガラスと一緒に神武天皇といえばヤタガラスなので、皆さんこちらも覚えておいてくださいね。で、こうやって言ったよと。我が国の紀元元年、毎年2月11日の紀元節はめでたい日であふれるっていう、これ国民がみんなで祝おうねっていうことを書かれてます。で、国語の教科書っていうのは、これがやっぱり文章ってね、こうありありと、この感情ですとか気持ちの変化ですとか、ちょっとこういう陥れてしまうような、こう人間のね、哀れみな感じとか、どういうふうに神武天皇を取り巻く環境ですよね、っていうものを国語の教科書では説明しています。これが国語の教科書。国語の教科書っていうのは、これ日本語の勉強じゃないですか、もちろんね。だから、言葉の使い方ですとか、人の感情の言語化ですとかっていうのを、このストーリーに落とし込んで、この神話を伝えてると。素晴らしくないですか？この違いなんですけれども、なので国語っていうのは、ちょっと1ページ1ページっていうよりも、
一度こうざっとこう、はい、読みました。なので、こう何をした、こういう神武天皇の取り巻く環境ですとか、どういうふうに日向から大和の国へ行かれたのかっていうのがなんとなくこう情景として分かりますよね。これがもうね、5、6年生で学んでいたことなんですよね。結構すごいなと思って。なのでちょっと私のこの YouTube でもなるべくこの国史と国語を合わせてお話ししていくと、皆さんのこの頭の中にもこの歴史のストーリーと気持ちの変化とか、その取り巻く周りの変化みたいなものが一緒になって理解しやすいのかなと思うので、まあ、できればちょっと重要だなと思うところはこの、国史とこの国語とか、あと、まあ、修身がもしかしたら入ってくるかもしれないんですけども、そうやってねちょっとゆっくりね大事なので、ここ天照様と神武天皇のこうやってつながっていくところすごい大事なので、もう少し深掘りしてやっていけたらいいなと思います。でもある程度結構ここのこれもやったよね。これまだだっかな、ここもやったよね。多分黒塗りのこれもやったと思うんで、結構何個かね紹介させていただいてるんですよ。あとこれも天照様のやつで、もうね本当にいいのがねいっぱいあるから、皆さんにもねいろいろ紹介したい。ただ私学者じゃないので本当に言葉とかなんかこう説明が本当に不十分で、それは申し訳ないなと思うんですけれども、なんとなくこのなんとなくというかこれさえね伝わって、それはあとはね皆さんがどういうふうに解釈するかっていうのは皆さんの判断にお任せしたいなと思います。私は昔の教科書が本当に素晴らしいなと思っているので、こちらの方で自分の子供たちにもこれを読ませているんですね。まあ、それがどうこういいふうに影響していくかなんてまだ分かりませんが、やっぱり私はここにね日本人精神の根幹があると本気で信じてるので、皆様も一緒に勉強していただいたらとっても嬉しいなと思います。ということで、いいなと思ってくださったらグッドボタン、そしてチャンネル登録、そしてできれば皆さんと一緒にこうやって勉強していく仲間をたくさん増やしていきたいので、ぜひねこのチャンネルをね皆さんに教えていただくなりして、ちょっと盛り上げていけたらななんて思っています。いつも本当にご視聴ありがとうございます。ではまたね。